中日ドラゴンズのカリステ選手のチームへの貢献がとてつもなく大きくなっています。ガチで神助っ人すぎるということで見ていきましょう。カリステ選手の入団から現在まで振り返っていきますと、もともとメジャーリーグでは通算でわずか31試合しか出場しておらず、そして打撃成績がかなり高く出やすいと言われる 3A の PCL リーグで長年プレーしていたんですけれども、その中でも OPS0.7 付近ということで、0.7 という数字だと大体 NPB だと平均ぐらいという感じなんですけれども、 PCL の中ですと結構低い部類に入ると、それぐらいの数値になります。そしてメキシカンリーグに関しましては、やっぱり標高が高いグラウンドが多いということもあって、打撃成績高く出やすい。なので3割も大きく超えましたし、そういった成績を残していて、アルモンテ選手とともに入団したという選手ですね。ただ細身で守備型の選手というような感じで、ファンの方々の期待っていうのも決して大きくなかったですし、アルモンテ選手の方が圧倒的に話題にもなりましたし、年俸としても3000万円ほどで入団ということで、やっぱり球団全体としてもそこまで期待は大きくなかったと思います。ただ立浪監督だけは結構このカリステ選手を高く評価していて、ハングリー精神がものすごくある選手だというふうにも言っていましたし、あとはバッティング面ですね。ずっと使えばビシエドより打つと、シーズンずっと通して出れば15本とか20本ぐらいはホームラン打つんじゃないかと、そしてですね、バッティング皆さんが思っているよりもいいですよと、そういったコメントっていうのが数多く出ていました。昨年、いきなり開幕1軍メンバーに名を連ねたんですけれども、結局序盤からなかなか成績を上げることができずに2軍でプレーをしたという中でですね、そこから数ヶ月間2軍でのプレーっていうのが続きました。昨年は1軍にいた時期よりも2軍にいた時期の方が長かったですね。もう正直このカリステ選手の序盤の1軍での成績であったり、あとは年俸とか総合的に考えて、もう1軍再昇格っていうのはないんじゃないかというふうにも正直思われていたんですけれども、2軍でも OPS0.73 ぐらいですかね、本当にまずまずというぐらいの成績、打率が2割後半ぐらいで、たまにホームランが出ると、それぐらいの成績ではあったんですけれども、本当に真面目にまずまずの成績ではあるけれども、それもずっと2軍で残し続けて、終盤に1軍に昇格ということになりました。そして1軍に昇格してからは OPS0.75 ぐらい、ホームランも結構出ましたし、打率も2割後半ぐらい、ショートを守ってしっかりと打力を見せつけてくれたということですね。今年も残留を勝ち取りました。野手でいうとアキーノ選手とアルモンテ選手、この2人の方が圧倒的に注目されていたんですけれども、結局残留を勝ち取ったのはカリステ選手だけということになっています。では続いてカリステ選手、今年の貢献度がものすごく大きいということで見ていきます。カリステ選手のここまでの成績ですけれども、51試合トータルで出場しておりまして、打率が3割クリーン、ホームランが4本、打点が15、出塁率3割3分8厘、 OPS757 というのが6月11日の試合を終えた時点での成績になっています。序盤は控えに回るケースっていうのも見られたんですけれども、穴が開いたポジションにこのカリステ選手が入っていって、その穴が開いたポジションに入ってしっかりとバッティング面で貢献をする、これを繰り返していく中でスタメンの数っていうのがどんどん増えていったという感じですね。そして主君だと言われるですね、先制打、同点打、逆転打、つまり試合を決めるようなすごく重要な打点、これを挙げた数なんですけれども、これが8本でチームトップ、細川選手であったり、中田選手よりもこの主君打の数が多いと、やっぱりいい場面で打点を挙げてくれるというような印象が強い選手ですし、貢献度はとてつもないですね。そして打順も1番、3番、5番、6番と、複数の打順を任されているんですけれども、どの打順でもしっかりと貢献してくれている、その役割を全うしてくれていると、そういった印象ですね。ミートが上手くて、足が比較的速くて、そして重要な場面でヒットを打ってくれる、打点を上げてくれる、そしてホームランもたまに打つことができる、そういった選手ですから、どの打順に入っていたとしても貢献できるんですよね。やっぱりチーム今年は離脱者なんかも多かったり、不調の選手が出たりもしている中で、カリステ選手が空いた打順とかをしっかりと埋めてくれると、これによってチームのこの傷っていうのが浅い状態で、しっかりとカリステ選手がそこを埋めて、なんとかこうやりくりすると、そういった形を作れていますね。月別の打撃成績で見ますと、5月は2割前半ぐらいまで打率落ちて、ちょっと失速した感あったんですけれども、6月でしっかりと戻してきてくれたので、今年は1年通年で活躍してくれるんじゃないかと、そんな予感が出てきています。昨年はシーズンの前半から中盤ぐらいまで相当苦しんだんですけれども、
まあ、その中ですごく真面目な選手なので、日本のピッチャーの攻め方であったり、間合いの取り方であったり、まあ、こういったところをしっかりと研究して、日本の野球、日本のピッチャーに慣れていって、まあ、ようやく活躍できるようになったというふうに本人が話していました。まあ、そういったところが今年は開幕からしっかりと結果を残せていると、ここにつながっているわけですね。先ほどもお伝えした通り、メジャーでもマイナーでも、まあ、そこまでこう目立った成績っていうのは残していなかった選手なんですけれども、まあ、これだけ貢献していると、正直入団当初は誰も想定していなかったぐらい大きく貢献してくれています。ここまでカリステ選手、バッティングでものすごく大きく貢献してくれているということが分かったんですけれども、守備での貢献もとてつもないということで、こちらも見ていきます。ここまで中日は上林選手であったり、ディカーソン選手、岡林選手、そして高橋周平選手と、まあ、こうした選手たちが離脱していますし、上林選手がまあ不調に陥ったりとか、中田選手もこう故障であったり、なかなか調子上がらないとか、まあ、三好選手も開幕からいたけれども、まあ、途中で落ちてしまったとか、ビシエド選手もなかなか成績上がってこなかったり、石川選手が2軍に落ちたり、まあ、本当に不調故障の選手っていうのが多くて、正直今想定していたような1年の戦い方っていうのがでなかなかできないという状態にはなっています。まあ、ただそんな空いたポジションにカリステ選手がしっかりと入っていって、まあ、そこである程度しっかりと守ってくれるので、なんとか勝ちを拾えているというような試合が続いていますね。ここまでカリステ選手はファースト、サード、レフト、この3つのポジションで出場しておりまして、どのポジションでも守備賞でいうと、まあ、プラスマイナス0ぐらい、サードのみ、まあ、若干のマイナスではありますけれども、どのポジションでも、まあ、合格点と言えるぐらいの守備っていうのは見せてくれています。まあ、ファースト、サード、レフトであれば、まあ、カリステ選手入っていると、まあ、そんなに不安なく見られるっていう感じですよね。まあ、そして昨年はショートの選手がなかなかこう打てないと、特にリューク選手とか苦しんでいる中で、まあ、シーズンの終盤でショートに入って、まあ、ショートでもまあそこまでこうマイナスの数値っていうのも叩くことなく、まあ、しっかり守ってくれましたし、本当に昨年からこう穴が開いたポジションを埋めると、まあ、そういった活躍を見せてくれています。まあ、本来外国人選手に求めるような役割ではないんですけれども、まあ、そういったところを全うしてくれていて、まあ、そして外国人選手だからこそこう足のスピードであったり、あとは肩の強さとか、あとはバッティングのパワーですね、まあ、こういったところがあるっていうのもすごく大きなアドバンテージなのかなっていうところですね。まあ、そして今年から外野起用がまあ本格的に解禁されたわけなんですけれども、まあ、その際にもキャンプからずっと準備していた、言われたらどこでも俺は出るというふうに語っているんですね。まあ、いろんなポジションを任され、そしていろんな打順で起用され、ベンチスタートの時もあればスタメンの時もあると、まあ、本当にいろんな起用法でこうここまで起用されたわけなんですけれども、まあ、当然一切の不満も出さずに、チームの状態、まあ、ベンチの雰囲気っていうのも明るくしてくれていますし、もう間違いなく本当に素晴らしい助っ人と言える状況ですよね。今年1年カリステ選手は2軍降格することなく、まあ、通年戦ってほしいなというふうに期待しています。以上です。